皆さんこんにちは。今回も金銀の世界を、ドーブルたちと旅をしていきますよ。前回は何事もなく、松葉を倒したところまでですね。今回はその続き、弱いのはコラッタ以下の種族地のポケモンにも勝てないお前だぞ。本当に偉そうやなこいつ。親の七光でその立ち位置にいるということを、もう少し自覚したまえ。というわけで、灯台をひたすら行ったり来たりしながらイベントを進めて、みかんちゅわんと戦えるようにしてきました。正直そうやすやすとみかんちゅわんに勝てるとは思っていないので、今回の戦いは、コイルから10万ボルトをスケッチするのを目的にしてますよ。10万ボルトさえゲットできれば、海にいるトレーナーたちを、蹂躙することができるでしょうからね。10万ボルトクラスの技は最後まで必要になるでしょうし、とっておくに越したことはありません。スケッチの枠自体は結構空いているので、誰が覚えてもいいとは思いますが、4号は特攻がやたら低いので、4号以外の子が覚えてくれるのが理想的ですね。レベル自体は結構低いですが、所詮相手はコイルですし、タイプ一致技とはいえ抜群をつけるわけではないということで、どうにかなるでしょう。ひとまず、特攻が一番高そうな1号を、先頭にしておきました。10万ボルトをスケッチできたら、そのままマグニチュードでしばいて、あわよくばみかんちゅわんを一発で倒してしまおうという魂胆ですね。果たしてうまく決まるんでしょうか。というわけで、みかんちゅわん戦です。使ってくるポケモンは、コイル2体と、ニック寄宿敵、ハガネイルですね。今回の旅では、技に自由度があって弱点もつけるということで、いつものような因縁の宿敵にはならないと踏んでいます。頑張ってくれ、ドーブルたちよ。え？耐えられてないやんけ。どうすんだこれ。スケッチすることすら許されないのかよ。そういうのは勘弁してください。これはあれか、他のところを回って、もう少しレベルを上げてこいということなんでしょう。一応1匹目のコイルには勝てたんですが、2匹目を倒せるほどの実力は、ないという感じですね。レベル差の暴力、恐るべし。レベルが高いポケモンでゴリ押してきやがって。レベルでゴリ押すなんて、三流トレーナーのやることやぞ。惜しくもなんともなかったですね。鍛え直してきます。あ、技構成をいろいろ考えてみたんですが、2号の3枠目の技は、あの技にしようと思います。2号に関しては、例の方針で言った方がいい気がしています。初手は違うポケモンを出してから、交代で違うドーブルを出せば、割と安全にスケッチができます。時間つぶしに殴ったりする必要もなく、間違って倒してしまうということもありません。というわけで2号の3枠目の技は、丸くなるにしました。割とこの選択に、後悔というか、大丈夫か予感はないですね。大丈夫じゃないのはドーブルの素の火力ですからね。これから2号には、マルコロの2号という肩書きで、頑張ってもらいましょう。さてお次は、赤ララですね。ここでも、いい技を一つスケッチしようと思います。おそらく、ドーブル回帰火力が出る技なんじゃないでしょうか。お、一発目から撃ってきましたね。サクッとスケッチしてしまいましょう。というわけでイブシ銀の5号の3枠目の技は、竜の怒りになりました。竜の怒りは、本当に強い技ですね。今までは弱点をついて確定4発だったものが、どんな相手でも問答無用で確定2発にできるようになりますからね。終盤は火力不足感が出るかもしれないですが、四天王を倒すくらいまでは、安定して超火力を叩き出せるんじゃないでしょうか。ギャラドスには勝てそうもなかったので、弱らせてゲットしておきました。一応野生ポケモンという扱いですし、経験値も入らないので、セーフです。そして拾った赤い鱗は、重宝するアイテムです。これ自体は重宝しないんですが、学習装置と交換することができも恐ろしいわ。破壊光線を人にぶっ放すどころか、背中にぶっ放してたぞ今。それはさすがにいかんでしょ。どういう神経をしてたら、破壊光線を人にぶっ放せるんだよ。会社に破壊光線を、ぶっ放す妄想はしたりしますが、さすがに人にぶっ放す妄想はしないぞ。
さて、ちょっぴりレベルを上げてきたので、もう一度みかんに挑んで、10万ボルトをスケッチしたいと思います。とにもかくにも、10万ボルトが欲しいのです。10万ボルトをゲットしないと、ロケット弾のズバットがしんどいんですよね。転がったり、竜の怒りを打てば勝てなくもないんですが、ちゃんとしたメインウェポンが欲しいのです。ダメだこや。まだレベルが足りてないか。おとなしく長寿タウンの地下のイベントをこなして、レベルをがっつり上げた方が良さそうですね。あんまり上げすぎると31レベルになって、スケッチをしないまま次のスケッチになってしまう可能性があるので、早めにスケッチを消費しておきたいんですけどもね。そううまくはいきません。10万ボルトはぜひとも欲しいんですが、それ以外に、これだという技が見つからないんですよね。なんかこう、ビビッとくるような技がないでしょうか。あまりにも技を選びすぎると、技を何か覚えなきゃという切羽詰まったような状態になってしまうので、何かしらスケッチ枠を埋めておきたいところです。スケッチ枠を、嫌な音か、これでいいかな。妥協に近い感じはありますが、嫌な音は普通に悪くないと思います。イブシ銀の5号が竜の怒りというメインウェポンを獲得して、わざわざ5号で尻尾を振る必要がなくなっていたので、他の誰かに、防御を下げる役割を譲りたかったところでした。多少命中に不安はありますが、一度に防御を2段階下げることができて、重宝するような気がします。少し悩みましたが、嫌な音は、6号に覚えさせようと思います。6号は6号で、連続蹴りというやることはあるんですが、どうしても虫タイプの技ということで、転がると比べると技の通りが悪すぎて、持て余してしまう場面が多いので、嫌な音で、役割を持たせてあげたいと思います。一番持て余しているのはつつくしか攻撃技がない4号なのですが、攻撃の個体値は高そうなので、何かしら物理技を覚えさせてあげれば、まだ勝つやよすよす。無事嫌な音を、スケッチすることができました。防御を下げる役割を、無事譲れましたね。自分の能力を上げる技が少なすぎる現状、相手の能力を下げる方向に行くのは、当然の結果と言える。剣の舞などの、攻撃を上げる技をスケッチしたいところではありますが、正直言って、敵が剣の舞を使ってきた記憶がないんですよね。金銀の時の剣の舞のエフェクトを思い出せないレベルですからね。個人的に、剣の舞は落ちていないんじゃないかという気がしています。成長とか角張るとかヨガのポーズで、我慢をするべきかもしれないです。喋りが長引いてしまったので、このままロケット弾との戦闘を流しちゃいますが、基本的にこんな感じで、マルコロで攻めていってます。雑魚チラシに関しては、本当にマルコロゲーですね。PP も消費せずに燃費もいいですし、縛りプレイにおいて転がるは、最強の技かもしれんわ。名シーン来るぞ来るぞ。本当に渡る、どういう神経をしてるんでしょうね。制作者は何を思って、こんな構成にしたんでしょう。永遠に謎が残りますね。現代のポケモンでこういう描写があったら、間違いなくこいつが黒幕だわという想像をしてしまうくらいの、悪用ですよね。さて、名シーンも見たところで、長寿タウンのジムを、攻めていきましょうかね。ここは氷タイプのジムなので、何かしらの氷技をスケッチしておきたいところです。氷技は、渡るの海流に対して、4倍弱点をつけますからね。さすがに冷凍ビームは落ちていないとは思いますが、何かしらの有能技は確保したいところです。頭突きか、タイプ1で打てますし、確保しておいてもいいかもしれないですね。恩返しとかがあれば理想的ですが、正直確保できないと思うので、頭突きがいいところでしょう。タイプ1で、なおかつ、ひるませることもできますからね。本当に切羽詰まった場面が訪れた時に、痺れをなで麻痺させた相手を、頭突きで15回連続ひるませて勝たなければいけない場面が、訪れるかもしれないですしね。あっても損はないでしょう。オーロラビームは、さすがにいらないですかね。確保するにはもう一声という感じです。この辺のトレーナーとか、柳に行くルートじゃないということで普段は戦わないのですが、いい技が落ちているかもしれないので、積極的に戦っていきますよ。お、まさこやんけ。グージュラはまずい。コメントがあれで埋め尽くされてしまう。
とはいえルージュラは、何か持っていてもおかしくない相手なんじゃないでしょうか。お、冷凍パンチ、ええやん、ちょうどいい技が落ちてたわ。これはぜひとも、スケッチしたいところです。冷凍ビームが理想ではありますが、冷凍パンチでも、悪くないと思います。確か柳の井の無が吹雪を持っていた気がしますが、吹雪ではあまりにも命中が不安定ですし、何より PP が5回しかなく、あまりにも長期戦に向かないんですよね。15回打てる冷凍パンチは、そういう意味でもあるに越したことはないという感じです。ひとまず5号を出して、しびれ粉を巻いていきますよ。先手を取られる状態では、間違え。ワンパンはいかんでしょ。そらコイルの10万ボルトも耐えませんわ。くそー、まひらせて確実にスケッチする予定だったのに、それも許されませんでした。ルージュラ、恐るべし。お、先手取れてるやん。ありがてえ。しょぼ。強、なんだこのダメージ量の差は。よすよす。無事冷凍パンチを、スケッチすることができました。あとはルージュラをしばくだけですね。それにしても3号、覚えている技が炎のパンチと冷凍パンチって、エビワラーかお前は。亀田大輝に名前を解明してもいいかもしれんな。亀田大輝とか言ってバカにしていますが、冷静に考えると亀田大輝以下の特攻なので、結構ヤバいですよね。結構というか、だいぶヤバいです。どうなってんだよこのゲーム。バランスがおかしすぎるだろ。ルージュラの往復ビンタで、重傷を負ってるんですが、特殊技で大ダメージを受けるのは100歩譲って許しますが、タイプ不一致の物理技で重傷を負うのはさすがにいかんでしょ。まずいな、これは4号で催眠術をして眠らせて、頭突きで殴っていくしか勝ち筋がなさそうです。なんだかんだ言ってルージュラの物理耐久は神ですし、まだ勝つチャンスはあると思う。素晴らしいぞ。さすがは4号ですわ。まだつぼみの塔が全盛期などというやからがいるらしいが、4号の全盛期は、これからや。視聴者のみんなに、自分の強さを見せつけるのだー。頭突き、意外とぽいこら、バッチリ8時間睡眠をとってるんじゃない。あとは6号だけか。だが6号ならきっと、なんとかしてくれるに違いない。いらないとまで言われた。鋼の目覚めるパワーで、抜群をつける相手ですからね。ここで生かさなきゃ、はい。これはいかんわ。喧嘩をふっかけちゃいかん相手だったわ。このルージュラ、下手すると柳さんよりも強い可能性があるので、知らんぷりをして、柳に行きましょうかね。冷凍パンチは確保できましたし、触らぬ神にたたりなしや。というわけで、ルージュラは本当になかったことにして、柳をしばいてここのジムは終わりにしたいと思います。戦法としては、割といつも通りでいきますよ。これが一番無難ですからね。まずは新しいデバフ要因の6号に、嫌な音を打ってもらいたいと思います。嫌な音で防御を下げておけば、大概のことはどうにかなりますからね。その後は例のごとく、丸コロをして試合終了という感じですね。ここのジムは転がるの通りが非常にいい感じなので、苦戦する要素はないと思います。ドーブル縛りでも苦戦しないとか、本当に柳って7人目のジムリーダーにふさわしくないわ。でもまあ、戦ってみると意外と苦戦するかもしれないので、まだわかりませんけどもね。冬の柳、かっこ笑い。冬に半袖短パンで痩せ我慢しているのをいじられて、冬の柳と呼ばれているだけでしょう。という難癖は差し置いて、柳戦です。柳は、氷タイプを使ってくるジムリーダーです。手持ちは、パウアウ、ジュゴン、イノムーですね。ルージュラがいないのであれば、どうにかなるでしょう。凍える風なぁ。これはこれで、悪くはないんですけどもね。確実に相手の素早さを下げられるということで、使えないこともないとは思うんですが、どうしても火力が足りないような気がします。この度では、スルーということで。連続蹴りの最初の方ということで、ある程度は仕方がないことなのですが、進化前のポケモンに嫌な音を積んでこれというのが、悲しいですよね。というわけで2号を出して、丸コロをしていきましょう。最悪2号で倒しきれなくても、5号の竜の怒り圏内まで持っていければ、負ける要素がないと思います。
本当に2号は、頼りになりますわ。いい感じですね。これからどんどん、威力を上げていきますよ。パワーを起点にすることで、後ろの2体を超高火力で押せるという仕組みですね。よすよす。正直もう一回パワーで転がるもんだと思っていましたが、落としきれましたね。乱数がいい感じだったんでしょう。2体目は、呪言ですね。このまま転がるで、抜群をついていきましょう。惜しい。ナイス急所だったんですが、ギリギリ残されてしまいました。かっこいいところを見せられそうだったんですが、足りないものはしょうがないですね。メスということナイスです。2号、よく耐え切ってくれました。これでこのまま、転がるが続行できますね。ここで転がるが続くのと、落とされて転がるがない状態でイノムーと対峙するのでは、天と地ほどの差がありましたからね。運が私たちに味方をしているということでしょう。さあラスト1匹、イノムーです。最大火力のマルコロを、くらえやったぜ。マジで柳さん、弱すぎるわ。ここまで戦ってきたジムリーダーの中で、一番弱かったぞ。フラッシュを使わずに洞窟を抜ける方が、まだ苦戦したわ。ということで何事もなく、柳突破です。本当に冗談抜きで、ルージュラ一匹の方が強かったですね。というわけで霧もいいので、今回はここまでにしようと思います。残ったのがミカンとシジマという強敵なので、もうそろそろ、やばくなってくるかもしれないですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。